トイレに行きたいのにトイレがない、そういうことありませんか？私はないです。なぜなら毎日お家にいるから。トイレはまあ5秒で行けるということで、今回はトイレットランというですね、トイレを探して走り回るっていう風な、ゲームやっていこうかなと思います。あ、これがトイレットランか。ファーストストラクションズ。あ、なんか待って待って、あと2分で漏らす俺。110って多分下に書いてある、右下ね。で、インストラクション、これで、これ操作法は書いてますね。ちょっと待って、ここどこなんですか。まだまずこんなね、迷路の中で、隅っこでしろ、こういうところで、こういうところで。こういうね、大迷路の時はね、こう左手に壁を突きながら行くと絶対にゴールにたどり着けるっていうの知ってる。こういう時はね、これみんながね、もしこうやって目が覚めたら、ゴールがなさそうなこの大迷宮の中にいて、ミノタウロスに襲われそうになったら、こうやって左手。これトイレか？違うね。あったー！トイレー！オッケー！お前、やったぜみたいなこと書かれたけど、そうか。いやー、ここはトイレ無理だろ、絶対。山でおしっこはしたことあるけど、うんこはしたことないなー。高いところに行って、ちょっと小屋みたいなの探そう。小屋。小屋の中にきっとあるはずさ。ちょっと待って、もう83秒なんですけど。え、ちょっと待って、全く見当もつかないぞ。あと60秒。え、2面でこれだけ難しいの？トイレどこですか？あー、ここか。違うわ。こういう茂みでしよ、トイレ、おしっこ。あと30秒とか無理だよ、これ。普通に見つかんないぞ。うんち漏らしちゃうよ。あーった、これだ。トイレだ。よかった、あと10秒だったぜ。え、いいだろ。飲み水の、汲む場所だろうけど。着いた。ん？あと1秒、ゼロ。あ。遅すぎた。え、つかさ、しかもさ、そっちなんだね。大きい方じゃないんだ。マジ？ちょっと待って、ほんとにない。なんかこう、仕掛けがあるのか。てか、イッサー島のモアイじゃねえ、あれ。あ、モアイの見てる方向か。なるほど。よし、よし、よし、こっちだな。オッケー。ほんとにしょうもないゲームだ、これ。あ、ないですね。モアイ、嘘。モアイ。さ。雨降ってるから分かりゃしねえって。その辺でトイレしようが。なんなら漏らしてもようわからんよ。これ井戸だよな。井戸がトイレだったりするのかな、ほんとに。まあ、トイレといっても、白いさ、TOTOのトイレが全てのトイレとは限らんからな。なんか回したらこうなんか、トイレが出てくるとは。そんなギミックはないか。井戸にちょっと気を取られすぎてる感は多少あるよね。こういうさ、こういうところやないんか。こう井戸に気を取られてて、なんか井戸の方にまっすぐ向かっていったから、僕たちは大事な何かを見逃してる気がする。あー、それじゃね？なんかあるぞ。それだ。わかった。疑惑が確証に変わった瞬間だ。あ、違うか。やべえ、一周回ったぞ。なんか水辺があるな。この水辺でやっちゃおうぜ。もう事実上トイレだろ、こんなの。いや、今度ちょっと待って、向こうちょっと捜索しよっか。多分、このモアイより右側、モアイが向いてる方向向かって左をちょっと捜索しよう。明らかにない。これが地獄か。あ、これが地獄か。疑惑が確証に変わった瞬間。なるほどな。マジ怖え。すげえ、俺天才かも。覚えてた、ここだ。あれ？え、トイレランダム開き？もしかして。嘘でしょ？トイレランダムなの？うわ、さっきあったところにトイレなかったよね。しかも一定回数死ぬと、もう一回戻されるという、おまけ付き。あー、よかった。トイレトイレ。グッジョブ !You made it! 全然グッジョブ感感じないんだよね。こっち探したいな。ちょっと待って、探した。たださ、さっきもそうだけどさ、トイレの位置がさ、全然変わってくるってことはさ、まあ、前提条件として、いろいろ変わってくるよね。俺がさっき探したところも全部無に帰してるかもしれない。常に初見状態みたいな。あ、ないね。あ、ない。これ多分失敗だ。とりあえず、このモアイ像の左側にはもう絶対ないと思う。ないよね。こういうさ、裏とかに隠されてねえの？怒るよ。なさそうだな。あ、トイレじゃね？簡易トイレ。違うな。これさっき見たもんね。この簡易トイレみたいなやつ。なにこれ、地獄じゃん。トイレがないところでトイレを探し続けられるという地獄。マジっす？井戸はすぐ見つかったな。で、水たまり、ボンド。水たまりの中にあるのでは？違うね。え、嘘つかれてる。ちょっとトイレ当てたぜ、これは。絶対お前いなかっただろ、さっき。おい。ああ、マジか。一筋縄じゃいかねえ。なにこら。うわ、マジか。オッケー。これ、邸宅だな。なるほど。この邸宅の中に入ってトイレを探すと。大丈夫だ。トイレの位置だ。ここだろ、トイレ。間違いねえ。ドアイズロックド。え？え？
鍵？鍵要素発生してる？これなんか何かあるのか。ドアイズロックド。え？え？ちょっと待って、鍵をどっかに多分しまっているはず。え、なんて広い、でも空間の無駄遣いが華々しいこの家だな。鍵らしきものがおそらくない。もうないね、ここには鍵がない。え2階何もない。そんなバカなことあるか。ドアイズロックド。え、これのちょうど上の部分とかからなんか侵入できるとか、上のダクトから侵入みたいな。うわ、違うか。え、違うね、これなんか臭いな、おしっこな感じがする。タイガの裏になんかバイオハザードみたいにさ、ピアノのあの奏でる順番、鍵盤の順番でこうなんかガガガって屋敷が開くみたいな、それ誰が作ったんだよみたいな。あー、でもベッドルーム、うん、ワンチャンあるよね。いや、ワンチャンじゃないな。え、なんか鍵がどこかにあるのか、多分裏、裏か裏庭とかに鍵が。どうしてトイレに鍵があるんですか？いや、トイレに鍵は確かにあるけど、そういうのじゃなくない？まさかの残機性？ 3 階までしか死ねないとか、そういうことになってるぞ。え、そんなえげつない。これは戦いだな。ミスれないよ、これ、モアイのところ。じゃ、さっきのところ行ってみる？じゃあ。さっきのとこ行くか。遊んでる場合じゃないぞ。かなりさ、綿密に探さないと、これ。まずあの遺跡を探索だな。あの遺跡になければ、ちょっと俺たちが見たことのない、まだ見ぬトイレットが、あー、まだ見ぬだな。ないね、トイレ。これは、アウトな予感がするな。これさ、もう一回さ、遺跡とか見なきゃダメなのかな。常にランダムみたいなのってあり得る。そんなことがあり得たら、こんなところにあるんだよ、トイレが。で、俺の予想していい？多分鍵の位置も変わってる、多分。まあ、行くけど、一回行くけどね。行くが、多分、鍵の位置も変わっている気がする。そこまで生優しくはない、やはり。中に行って、鍵の位置を探そう。鍵は、ないな。ここは鍵がない。鍵はない。よし、2階だ、2階。2階に確実にある。ちょっと待って。もう探すところ、あんまなくなってきたよ。いや、じゃあ、ここでしかない。もう消去法的、必然として。あ、あった。しかし、よし。よし、ここは簡単だったな。よし、まだいけた。オーケー。次だ。ちょっと怖いステージあんまりやめてほしいんだけど。え、これ何？ホラー要素ある？お前もしかして。え、ごめん、そういうのじゃない。俺が求めてたのは。え、ごめん、そういうのじゃないね。俺ごめん、こわーびっくりした。もうホラーじゃダメなんだよ、マジで。ドアイズロックド？あ、じゃあここがドア、なのか。怖い。え、ちょっと待って。え、待って。なんかそういうのある。あ、鍵あるじゃん。え？うわぁ！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 え？え？え？いや、関係ない。おしっこ漏らしそうになるけど、俺たちランダムで要求されるってこと？どれかを開けなさいってこと？何回も死んで。それこそ無理な話だと思うよ。じゃあちょっとあっち行ってみる、普通に。こっちのドア開けてみるか。来るかな。え、怖いんだけど。もう何？ピックアップキー。いや、もしかしてあれが正解だった説あるか。ここが。ここ正解説あるよな。どこか来させて。はよせいや、マジで。おい、こっち。おい、なんだそれ。おい、こいつムーンウォークしてるぞ、なんかマイケル・ジャクソンの。よし。で、これで、中に入ります。ピカプキー！マジか！ホラーは無理！おつ！